皆さんこんにちは、キューピーこと関正志です。いつもレッツゴーキューピーを見てくださって本当にありがとうございます。チャンネル登録者数も非常にこう増えましてですね、嬉しい限りでございます。本当にありがとうございます。今日はですね、そんな中で私のところに来た質問の中で一番こう多いものについて回答をしていきたいと思うんですけども、それがですねこちらのクラブになります。はい、どっかで見たこともあるかと思いますが、弾丸セブンというシリーズのクラブがあるんですけども、こちらに関しての質問が非常にこう多いんですね。実はですね、実際に私この弾丸セブンのブラッシーは自分で使っているんですけれども、こちらの方をですね、今日は打ってですね、どんなクラブなのかっていうのを改めて番組じゃなくて、私の口でですねご説明していきたいと思います。ちょっとまずは打ってみましょう。はい、実際に打っていったんですけども、非常にこう反発が強くてですね、まるでこうドライバーを打ってるかのような感覚になります。その秘密はフェアウェイウッドながらですね、フェースとクラウンにちゃんとチタンを使っているということ、そしてマジェスティで培われた、スパイダーウェブフェースっていうね、ちゃんとフェースまでのしっかりと作り込みしているというところが大きいんじゃないでしょうか。さらに、タングステンでソールを作ってますので、低重心になりボールが上がりやすくなってスピンが減っています。その分ですね、ロフトが14度立ってるんですけれども、クリークを打ってるような簡単さで打てる、モデルです。非常にこう捕まりが良くてですね、ややちょっとこうオフセット形状みたいな感じになってますので、ちょっと上からクラブが入ってしまってアイアンは得意なんだけどフェアウェイ苦手っていう方なんかだったり、スライサーの方なんかには非常に、捕まりがよく、球を飛ばしてくれるモデルになるんじゃないかなと思います。逆に言い返すとチーピン持ちとかフッカーの方が使うと極端にフックしてしまうので、反発がいくら強くてもですねコントロールしづらくなりますから、その辺は使いづらくなってしまうかなとは思います。ただ全体的に、まとまった非常にいいクラブです。私はリシャフトの方をね実際しちゃってるんですけれども、皆さんもリシャフトまでね、するって考えるとちょっと高額かもしれませんが、しっかり合わせるとですね、良くなってくれるクラブだと思います。どこかで見かけたらぜひちょっと見てくださいね。